シルフの竪琴、愛と調和を奏でる物語。ある日、エンカルが森を歩いていると、森の奥にキラキラと輝くまばゆい光を見つけました。その光に導かれるまま歩いていくと、大きな七日窓の木の下に光り輝く一つの竪琴が置かれていました。まあ、なんて素敵な竪琴、エンカルは思わず叫びました。するとどこからか声が聞こえてきました。私を奏でて。それは竪琴自身から聞こえてくる声でした。エンカルはとっさに、え、私が、と心の中でつぶやきました。すると、あなたに奏でてほしいのです、と竪琴から声が聞こえてきました。エンカルは七色に輝く竪琴を胸に抱き、恐る恐る竪琴を奏でてみました。するとその音色はシャボン玉のような丸い音となって広がり、森中へ響き渡りました。エンカルが竪琴を奏でると、森や植物たち、そしてそこに住む動物たちが集まってきて、あちらこちらからという声が聞こえてきました。エンカルはもうびっくりして目を白黒させていると、竪琴から声が聞こえてきました。びっくりさせてごめんなさいね、エンカル。私は風の精、シルフ。あなたにはこれからいろいろな場所で愛と調和の響きをこの竪琴で奏でていってほしいのです。え、私がですか？そうです。でも私は竪琴を奏でたこともないし、それに上手に奏でることなどできません。エンカル、上手に奏でるとかそうでないとか、そんなことはあまり意味のないことです。愛と調和を奏でること、奏でられること、それがとても大切なのです。愛と調和を奏でる、そう、私たちが住んでいるこの地球や自然、そこに住むすべてのものや場に愛と調和をもたらす、そんな響きを奏でてほしいのです。私にそんなことできるのかしら？あなたにならできるわ、エンカル。そして愛と調和を奏でる仲間を増やしてほしいの。その仲間たちがいろいろな場所で奏でてくれたら、愛と調和の波動が共振し、波紋のごとくどんどん広がっていきます。その聖なる波動がこの地球上に広がったら、そこに住むすべてのもどてたちがその波動に満たされ、地球はまさしく愛と調和の星となるのです。そんな世界になったら素敵だな。それぞれの個々を尊重し、認め合い、助け合い、分かち合い、共存共栄できる世界できるのよ、エンカル。だから私の竪琴をあなたに託すわ。そう言い残すと、大きな七日窓の木の下に置かれた光り輝く竪琴を残し、シルフは消えてしまいました。エンカルは本当に私にそんなことができるのか考えながらも、シルフの竪琴を大切に胸に抱きかかえて家に戻りました。シルフが言っていたような愛と調和に満たされた地球、そんな世の中になったらと考えただけで、エンカルはワクワクして、気がつけばいつも竪琴を奏でていました。ある日の
ことエンカルはいつものように庭でシルフの立て事を奏でていると、イーリスの花がせいが話しかけてきました。エンカル、とっても素敵な響きね。その立て事の響きを聞いていると、とっても気持ちがよくなってみんな元気になるわ。ありがとう、そう言っていただけて嬉しいわ。そこでエンカル、お願いがあるの。この先の森で最近たくさんの木が切られてみんな元気がなくなってるみたいなの。そこへ行ってその立て事を奏でてみてくれないかしら。森までの案内役を蝶に頼むわね。イーリスの花の精はそう言うと、七色の羽を持つそれはそれは美しい蝶が現れ、エンカルを待っています。美しい蝶に導かれるままエンカルは森へと向かいました。やがてイーリスの花の精が話していた森に着きました。そこはすべての木が切り倒され、そこに住む住人たちが追いやられ、元気をなくしていた森でした。エンカルは切り株に座り祈り、そして愛と調和のエネルギーで静かにシルフの立て事を奏で始めました。すると、なんということでしょう、どこからともなく心地よい風が吹き、枯れ果てた大地から小さな木の芽が芽吹き、みるみるうちに緑色の葉っぱをたくさんつけた木々になりました。鳥や虫たちも戻ってきました。エンカルは嬉しくなって夢中で奏でました。どのくらい奏でたことでしょうか。エンカル、ありがとう。森のあちらこちらからそんな声が聞こえてきました。もう大丈夫、そんな感覚を抱き、エンカルがその場を立ち去ろうとすると、どこからともなくリスがやってきました。エンカル、助けてほしいんだ。この下の水辺が枯渇してみんな困ってるんだ。そこへ行ってその立て事を奏でてくれないかな。そう言うと、エンカルを引っ張るようにしてリスは駆け出しました。エンカルはリスについていくのが精一杯、なんとかはぐれずに水辺に着きました。リスが話していたように、その水辺は水が枯渇して、草木も虫もみんな元気がなくなっています。エンカルは水辺の小さな岩に腰掛け祈り、愛と調和のエネルギーでシルフの立て事を奏で始めました。すると、枯渇していた水辺からポコポコと清らかな湧き水があちらこちらから湧いてきました。エンカルはまたまた嬉しくなって夢中でシルフの立て事を奏でました。気がつくと、小さなポコポコだった湧き水が小さな小川になって、そこに住む草木や虫たち、魚まで戻ってきて、みんなみんな嬉しそう。やがて水の中から水の精霊が現れ、エンカルにお礼を述べました。エンカル、ありがとう。あなたの奏でる立て事はみんなを幸せにする力があります。だからこれからもいろいろな場所で奏で、愛と調和のエネルギーで満たしてください。水の精霊さん、ありがとう。もし私にそんな力があるのなら、とても嬉しいです。そして少しでもみんなのお役に立てるのなら、これからもこの立て事を奏でていきたいです。すると、空から一羽の鳥がやってきました。エンカル、空の空気が前と少し違うんだ。そのために死んでしまう仲間もいる。
だから空でその盾事を奏でてくれないかな。え、空で？それは無理。だって私空を飛ぶことができないもの。大丈夫、君は気球に乗って、僕の仲間たちが君を空に連れて行くから。エンカルはもうびっくり。本当にそんなことができるのか。そして高いところが苦手なエンカルはちょっぴりドキドキしていました。しばらくして遠くの空から鳥たちが大きな気球を持ってエンカルの前へ現れました。もう怖いなんて言ってる場合ではありません。乗るしかないとエンカルは思いました。鳥たちに導かれるままエンカルは気球に乗りました。気球はふわっと大地を離れ空に浮き上がりました。やがて空の上に着きました。空も鳥たちが話していたようにどんより灰色の煙のようなものに覆われていました。エンカルは祈り、愛と調和のエネルギーでシルフの盾事を奏で始めました。すると空にかかっていた灰色の煙のベールがみるみるうちに消えてなくなり、すっきりとした紺碧の空が戻ってきました。お日様も雲も鳥たちも嬉しそうです。エインカルも嬉しくなって恐る恐る気球の外を見てみました。するとなんということでしょう。それはそれは美しい空、美しい空気に満たされていて怖さなんてどこかへ吹き飛んでいました。エインカル、ありがとう。どこからともなく声が聞こえてきました。それはお日様の声でした。エインカル、ありがとう。あなたの奏でる盾事のおかげであなたの住む地球は愛と調和の世界に少しずつ向かっていますね。どう？宇宙でもあなたの盾事奏でてみない？宇宙で？宇宙には空気ないですよね。宇宙服も持ってないし。そんなものはいらないのよ。どう？奏でてみたくない？それは奏でてみたいです。ではユニコーンにお迎えに行ってもらうわね。少し待っていてね。ユニコーン？ユニコーンってメルヘンの世界の動物じゃ。そんなことが頭の中をぐるぐる巡っているうちに、七色の角、毛並みをした一角獣が目の前に現れ、エンカルは彼の背中に乗って宇宙へと向かいます。宇宙の真ん中に着きました。そこは大小を数えきれないくらいの星たちがキラキラと輝いていて、それはそれは美しいところでした。今こうして生かされていることに感謝の気持ちでいっぱいになりました。エインカルはその気持ちとともに祈り、愛と調和でシルフの盾事を奏で始めました。すると星々たちも一緒にそれぞれの音を奏で始めました。そのハーモニーといったら、美しすぎて言葉になりません。思いました。私はシルフの盾事で愛と調和を奏でてきたけれど、それは必ずしも盾事である必要はないのだと。それぞれ自分の音で愛と調和を奏でること、自分の得意なことで愛と調和を持って生きることこそが
切なのだと。そんなことを考えていると、ユニコーンが地球がよく見える場所に連れて行ってくれました。目の前に青く輝く美しい地球を見て、エインカルは愛おしくて愛おしくて涙が溢れてきました。この美しい星を愛と調和で満たすために地球に生まれてきたことを思い出しました。ここへ転生した誰もが皆そう願ってきたと。一人一人がそれを思い出したとき、地球は愛と調和に満ちた美しい星になるのだと感じました。そろそろ地球に戻る時間ですと、バクが迎えに来ました。ありがとう。エンカルは大いなる宇宙に感謝を込め、愛と調和に満ちた地球に祈りを込めて、バクの背中に乗りました。気がつくと、そこはエインカルの部屋のベッドの中でした。あれ、私夢を見ていたのかしら。もう夢でも何でもいい、エインカルは幸せに満ち溢れていました。だって愛と調和に満ちた地球がもうそこにあるんだもの。それぞれのここを尊重し、認め合い、助け合い、分かち合い、共存共栄できる、そんな素晴らしい世界。シルフ、大切なことに気づかせてくれてありがとう。これからもたくさんの仲間たちと一緒に愛と調和をこの美しい地球で奏でていくわね。私にはそんな気がしてなりません。その思いはこの地球に生まれてくるときに誰もが思い描いてきたものだと感じています。私たち一人一人に命、神が宿っているように、神羅万象すべてのものに命があり、神が宿っていると感じています。みなそれぞれ個性があり、できることや得意なことは違っていますが、それぞれを思いやり、それぞれを尊重し、認め合い、助け合い、分かち合って共に暮らす、そんな世界。その中で自分なりの愛と調和の音を奏でることこそ、私たちが望む地球の姿だと感じています。